Who is this sensei and how did he become so strong? Hi guys, I'm Yusuke, a karate coach here in Japan, and today we're going to be taking a look at the interview that I've done with Kikuno sensei, who is a professional MMA fighter with over 20 wins using Okinawan Kenpo. That's his specialty. Normal, you know, MMA fighters, they do boxing, wrestling, jujutsu. Those are the foundations, but he's done Okinawan Kenpo, Okinawan karate basically. Like you saw in my previous videos, one on the punch, kick and the throw. Let's take a deep dive into how he became so strong and how he picked up his martial arts skills. Now, let's get started. 最初柔道。柔道から。柔道を6年。それから極真空手を5年。はい。それから総合格闘技を十数年。で、その間に沖縄拳法空手っていうのを、まあ、10年ぐらい。はい。で、3、4年前から自分なりに独立して、いろんなものを研究しながら、誰でも何歳からでも強くなれるというコンセプトでこう武術を研究しております。なるほど。そもそも最初にこの極真空手を始められたきっかけといいますか、何かあったんでしょうか。ですね、僕が柔道ですね、まずは。柔道ですね、柔道を始めたきっかけは、体は割とごつかったんですけど、心が弱い人間で、人間関係がうまくいかなくて、だから弱いもんだからこう、なんていうんですかね、こう強がっちゃうというかね、優しくできない、一発打たれたら二発返しちゃうみたいな、そういうタイプだったんで、結構孤独な時期もありまして、なのですごく劣等感っていうんですかね、その強くなりたかったんですよね、心が強くなりたくて、そのために自信をつけたくて、中学から柔道を始めて、でね、柔道始めてちょっと自信ついてきたら、すごい毎日楽しくなっちゃって。それこそまあ武術というか武道の魅力ではありますね。そうなんですよ、本当に自己肯定感が上がって楽しくなる。なんかみんなと仲良くできるんですよね。そのなんかこう自分を強く見せる必要もないし、オラオラしなくていいんですよね、強ければ、自信があれば、自信がないから多分ね、弱いのほどよく吠えるってやつで、そう寛容になれるというか、そうでみんなと仲良くなれて毎日楽しくなってっていうね、すごくそういう経験があるので、僕にとって強くなるってことが幸せになる、毎日が楽しくなるってこととイコールになったんですよ。So guys, just a quick question. What got you motivated to start karate or any martial art and what kept you going? Let me know in the comment section below. Personally, I started because I liked kicks, because I did soccer. That was my only reason why. My main reason, I guess. But as time went on, I enjoyed the kata and...You know, 10 years later, I enjoy all parts of karate. Let me know, guys, in the comment section below. ここから極真空手を始められる。そうですね。中学高校柔道をやったんですけど、高校3年生の時に、まあ人生これからどうしようかなって考えた時に、やりたいことが特になかったんですけど、当時プライドってわかりますか？総合格闘技のテレビでめちゃくちゃやってて、まあ強さの象徴だったんですよね。でまあ、僕にとって強くなるってことは幸せになるってことだから、じゃあちょっとその強くなるを極めるというかですね、とことん強くなりたいなというのが思いまして、総合格闘技、まあ、プライドを目指そうと思ったんですね。そこすごく大きな決断ではありますよね。その柔道部活でやられてたところからプロの格闘家になろうっていうのは、それどういったその 何で決心したんですか？僕親友が2人いるんですけど、いつも3人組で遊んでまして、そのうちの2人がコンビを組んでお笑い芸人になるって言い出して、日本らしいと言いますか、すごい俺らビッグになるって言い出して、日本で夢のある職業というかっていうので、やっぱりお笑い芸人っていうのはありますよね。そうですね、もうテレビで見てる世界に行くっていうからやべえと思って、焦りますね。焦りましたよ、だって3人組の2人がビッグになったらね、寂しいじゃないですか。そうです、そうです。じゃあ俺もって言って、僕はちょっと芸人にはなれないので、いや僕が幸せになるこの格闘技という強くなるという道を目指すって言って、そっちに踏み切りました。だいぶものすごく強い結束じゃないとそこまでの一歩は踏み出せないですよね。いやそれはね、僕鹿児島という田舎に住んでたんで、そんな世界はないわけですよ。身の回りにアスリートもいなければ、芸人もテレビの世界でしかないので、全然リアリティはないんですよね、そこには。衝撃ですね、それを。じゃあバンと多分まっすぐな目で言われたんでしょうね。そうだから、その友人2人が僕にそれをいなかったら、僕は絶対目指してないと思います。なるほど、
こから、まあ、極真空手を5年間続けられて、そうですね、で総合格闘技、はい、総合格闘技するためには、まあ、東京行かなきゃと思ったんですけど、まあ、お金もなかったんで、はい、まあ、鹿児島で極真空手を学んで、うん、でその間お金貯めて、はい、でタイミングがいい時に東京に行ったって感じ、うん、総合格闘技一生懸命頑張ってこうある程度トップレベルまで来たんですけども、さらに上を目指すと、例えばまあ UFC のチャンピオンとか目指そうと思った時に、はいはい、ちょっとね、あのスペックが足りないというかそこはもう日本人のそのアジア系のありますよね、それはどうしても、ね、やっぱなんだろう、このスピード、パワー、スタミナ、バネもすごいです、はい、そう、バネもすごいで、リーチもあるし、はい、彼らまた賢いですしね、うん、根性もあるわけですよ、うん、で練習環境もいいんですね、広いところで練習してるから、アメリカのジムはとんでもなく広いですよね、はい、そうなるとちょっと勝てるイメージが湧かなくて、これじゃこのままだと多分勝てないと、はい、じゃあちょっと彼らと違う何かをやっていかなきゃいけない、まあ、大きく言ったらボクシング、レスリング、柔術っていうのが大体こう MMA ファイターが頑張るね、競技だと思うんですけども、武術に光を見出して、いろいろ研究して、はい、でその中であの沖縄拳法空手の山城義友先生という方にお会いして、あ、この先生の空手を学べば僕にも可能性を感じれると感じて、そこから一生懸命学びました。 So guys, very interesting, right? He's done judo, kyokushin karate, and then MMA, and met Okinawan Kenpo. What kind of martial art have you done before? Usually Japanese people like to stick with just one martial art, so it's pretty rare to see him doing multiple. But in the States or in the Western world, I notice different people doing different kinds of martial arts in their lifetime. So let me know which one you've done before in the comment section below. Also guys, I'm doing a seminar overseas in LA, New York, Toronto, Sydney,London, Melbourne, and Tasmania. So if you are anywhere close to those areas, click on the link down below so you can sign up. I have a few spots left for some of the venues or some of the locations, so make sure you check it out, and I cannot wait to see you guys there.